お。あれ？あそこにもちゃんみかが。あ、やべ。ああ、かわいそうに、ほら。助けてやってくれよ。ここにもいる。助けてやってくれよ、ほら。助けてやってくれって。君の友達かい？そう。す。ああ、なぜ？俺にはどうしようもできないことさ。助けてやってくれよ。ということで、スーパーマリオパーティーやります。今日は、この、巨大フルーツの島。これ苦手なんですよね。苦手とかあるの？あんまりうまいことできてない気がする、ここ。難しくない？難しいかもしれん。冒険者の皆さん。はい、じゃなかった。いいだわ。いいえ！行くぞ！だー！あー！よし！あー！幸先悪い！うほーい！うほーうほー！南国なのになんかちょっと南国感がある人がいなくない？私やるでしょ、裸だよ。裸？ドンキーだって。あ、裸じゃない、ネクタイしてた。そうだよ。ロゼッタさん。砂とかモグラっぽいし。あのドレスなちょっと。多分砂まみれです、そう。ヒールとか埋まるしね、砂に。ちょっと水着っぽい格好してもらわないと、やっぱ。え？水着見たかっただけちゃう、それ。いやいやいや。ムードを出さないとね。探検ムードを出さないと。ドラえもんと同じ考えだ。うん。うっほー！自前のサイコロで。うっほー！これ実質4番目と一緒だからね。ずっとドンキーここにおるの？邪魔やな、なんか。ちょっと気まずいよね、俺ね。大丈夫、サイコロ振るときとか邪魔じゃない？あれ。あ、キノピオヒント。オッケー、オッケー。じゃあ、ノーマルでいこうかな。いやー、邪魔だなー、カレー。1? 出目悪いな。ちょっとみんな出目悪い説あるよ。私の出番のようだ。あ、じゃあ、こっちね。うりゃーよし前のね、スーパーマリオパーティー、なんか歴代マリパで一番おもろいのは何、どれかみたいな。ベスト3に俺10と6と DS って答えたんだけど、うん、ちょっと撤回します。あ、10を超えたかも。スーパーマリオパーティー。ああ、マジでだよね。私はもともと好きだよ、うん、めっちゃちゃんみかと完全一致しちゃった俺。そうね、 6DS スーパーマリオパーティーね。そう、いや、おもろいもん。いや、めっちゃおもろい。これミニゲームもおもろいし、うん、ガボンを入れてほしかった、正直言うと。カロンよりガボンより、ガボンでしょ？ん？カロンよりガボン。カロンよりガボン。うん。あいつ誰？左のやつ、右のやつもわからん。こんなことがあったんだよ。すげえ、めっちゃ受けてる。やいいな、滑らない話、うまいな、ゴリラ。ゴリさん。いないのは？よし！初手の位置取り？よし、幸先いいです。いないのは、あ、え、いるよ。あ、いる、え、あれ、キラーじゃないの。キラーだと思ったー。やりましたね。DK も釣られて、チャミガンドを押しちゃってる。ゴリさんを釣ってしまった。これだから、ああやって出るわけでしょ？うん。はい、間違えたかもしれん。ん？え？合ってる？合ってるよ。あー、あれ一本槍か。あぶね。一本時計だったわ。あ、でも私消去法できたから確実にテレサとピーチがいるっていうことは、どんなに似てても真ん中っていう。なるほどね。いやー、ちょっと腰痛かったからな、今回。そんな感じだけど、確かに。腰痛かったから、ちょっと難かったわ。左下パイナップル、右上はスイカで、左上はなんだあれ。あれは、何？あれ普通の島だな。なんだよ。リゾート地。ただの。だって右下もリゾート地だから。そうなのか。うん、多分。懲りずにそのサイコロでいいんすか？またゼロ出るで。ゼロやん。何しとんねん。こないだ私、ゴリさんのあのアイコン好きだって言ったんですよ。歯が見えてる。うん。あれは、撤回します。撤回した？ちょっと腹が立つことがあったから、こないだ。
で、やられたからな。やられたからな。撤回する。ゴリさんに。もう許さん。ライバル心がね。あれ、ノコノコが作ってたんだ、右のあの、砂の、砂像。え、すげえ。あんなでかいの作ってるやん、しかもゲスト。あ、うわー惜しい。あ、どこに出たっけ、そういえば。ああ、どこ出たっけ。惜しいって言ってたけど、惜しくない説ある。左にあるかもしれんぞ。レッツゴー。ロゼッタさん、すごいですね。あんな二つしかないシリーズなのに、めっちゃ人気で。まあ、ギャラクシーがなんか、マリオの評価的にナンバーワンらしいからね、ゲームの。いやー、だってさ、そうじゃない、正直。あ、来た、おもろげ。そうね。私はぶっちゃけそうだと思ってるよ。ただ殴り合っただけや、今。はい、ナイスデモ映像。やっぱクレームって言ってみるもんだな。あんな腕力で殴られたら今俺目回してるんだが。クレームって言ってみるもんだわ。あー、くそ。腹で押した。俺、グフってなってた。どうした？ここ、なんでねん。あ、なんでセンターが顔映ってないの。ゴリラ、カメラ目線だった今。あ、うまい。よし。腹で押しのける、チョロク。そう。どこだ？痛いなぁ。あ、腹で、え？映ってるよ。ギリ。痛いよー。あー。いいぞ。カメラ目線。うまいなぁ。やっぱ女の子を叩くのはちょっとさ、なんか、あれだから。映ってるよ。よし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 。いいぞ。これラストでしょ、きっと。ほら、どけ。映ってる！よっしゃ！これ強いんだよな、なんか。腹が出てくから。うん、お腹で押せんのよね。うん、かわいそうに。見た、今、ロゼッタ似てんだよ。ガナ強い野郎。3人がいたからさ。うん、かわいそうにな。あんま写真写りたくなさそうだもんな、ロゼッタ。私、いたから、ロゼッタは一回も殴ってないよ、正直。あ、そうなんすか。そう。ゴリさんと、チャンサだけ。いや、でも、トロップ以外のバージョンあるやん。やっぱクレームって言ってみるもんだな。毎回殴られてるからって。あ、やっと学んだんだ。あの最高じゃダメだっていうこと。そうね。でも、2ターン無駄にしたのに、この人。うん。チャンサ1ターンで抜かれてる。何？みんなでもどっこいどっこいですけどね。確かに。うまいことやりまんな。平方サイコロは4ばっか出ますから。よし。ナイスー。たらばー。で、どこに出たんだっけ、そういえば。合ってんの？これは逆に。橋を当たった方がいい説あるよ。大丈夫？どこに出たんだっけ？マジで。調べて。オッケー、調べる。マップ。どこに？あー、ここじゃん！あれ、ミスったやん、じゃあ。うん、やった、ラッキー。ミスってくれてるわ。じゃあ、行くわ。おいおい。3以上出してくれ！あー最悪だなんでわしも言っちゃったんだ、これ。間違えてる。調べたのに。そこにはわしが。そう。ミスってる。チョロクーサイコロってどんな感じなの？1がプラス、コインプラス1で、あとは2、3、4、5、6。わぁ、あんまり変わんないんだ。そうなんだよ。わぁ。もう諦めるか、次のスターは。そうね、コイン稼ごう。もう、玉手箱開けよう。ああ。あ、コインゲーがいいです。コインゲー。ああ、出たー。で、一番にしてくれ。これ4番目が回ってきたらもうほぼね、やばいのよ。1番にして。俺。1番だ、私が1番だったら、うわぁ私が1番だったら、ちゃんがさんが4番になったのに。おい、ランダムにしてほしいよね、起きるタイミング。そうね。え、ランダムじゃないの？なんか、ある程度行ったらもう、じゃない？そうかな。毎回違うのかな？たまに一発で起きるとかさ。あ、だったらおもろいけどね。だったら1番の人も確かに、リスキーだね。うん。一番確実にこれ安全だもんね。そうだね。一旦はもう免れるじゃん、確実に。確かにランダムにしてほしいな。
え、起きたよね、今。うわ。よし、起こせ、起こせ、起こせ。4回は擦れないだろ。4回は擦れないって。おし。おいしそう。起きるやろ。え、もう限界だよ。あやりすぎだぜよ。だって4回こすんないと負けなんだもん。4回こすんないと。もう半分起きてたから、花ちゃん。もうだからしつけえな、こいつら、みたいな。ダウゼーみたいな。起きないっつってんのに。でも私多分爪だったから、日焼け。あ、ガリってやっちゃった。ガリってやっちゃったよね。落ち込んどるな。ローゼさん、早く撮ってくれ。テンション高い。あ、いいぞ。え、ゴリさんが砂の端とか割ったらやばいんだよ、これ。あ、崩れない。あれ、どうやった？あ、仲間呼べんじゃん。いいなぁ。おい。てか、これさ。コンビ？俺ら。出ない、いやー、一個諦める？でもワンチャン、ちょっと一回やってみよう。出ないことをかけて。何が？じゃあゼロになる可能性にかけて。ゲ。もうそっちしかいない。あれ？あ、どっちに、あ、や、よかったじゃん。これスタートに行けるよ。あ、スタートなのこれ、うん。あ、大丈夫です。あ、今回は。うん。めっちゃ見られてるけど。ゼロを出したいから、これにして。なんでゼロ出したいんですか？そしたら土管で戻れるやん。あー、出なかったけど。あ、そういうことなのか。そうそうそう。あ、仲間増えんじゃない？あ、増やす増やす。よっしゃー。いいなー。仲間ます。プンプンが欲しいです。うわー、ルイさん。うわーって言っちゃった。わー。いやー、ピーチか、1が多いですねー。まあ、いいか、使ってやるよ。上から目線。ピーチさんいい、最後。ピーチかプンプンいいんだよね。あ、でもデイジーもいいんだっけ。あ、仲間増えるぞ。ロゼッタってどの最高なんだ、そういえば。やべない。ガボンが気になっちゃってな。うん。おどういう組み合わせ？全く関わりのない二人。ガボンは、え、多分。食べませんって。早く食べろよ。あー、食べませんなんで食べねえの。いいから食べろって、もう。あー、こっちにしようかな。はよ、食べろや。よし、焼いてサイコロステーキ。あー、これか、これ、ちゃんみか必勝法知ってるからな。やめてもそれ言うの。必勝法じゃないってことがね、証明されてるんだよ。今回緑になったし、車体が。おう、緑なのか。僕、赤の車体が良かったなぁ。あれ、ロゼッタと被ってる場所が。ああ、押すな。あいつも知ってんのか、もしかして。ここが必勝法。あ、ビリだ、しかも。え、全然必勝法じゃないやん。ロゼッタとちょっとね、被ってたんでしょ、場所が。だから。全然、被ったぐらいでよ、おい、負けるって。全然必勝じゃないぞ。いや、ちょっと左にずれてたから、そしたらかすったね。ダメだ、全然勝てん。これ何ターン目？4ターン目と見た。そうだね、次4じゃない？ミニゲーム3つぐらいやったよね。あ、5ターン目だ。早いな、なんか。4つもやったっけ？うん。いや、これ終わったら、一回動画をね、閉めると。あ、電話使わないんだ。電話使えばいいのに。うん。うわぁ、怖い。1,2,3,4、オッケーオッケー。いや、でも乗った方がいいんじゃない？いや、取ると信じて。あ、ロゼッタさんが。はい。スイカといえば今年は最、あれですね、カブトムシ捕まえたいですね。その夢諦めてないんだね、まだ。諦めてない。なかなかやっぱいい。おー、いいぞ、うん、やっぱ地元とは違うわ。そうね。どっちだ？へー、こっちです。
お、あなたさえ良ければコインやん。お任せ。あ、ロゼッタ。そう、一番近いのロゼッタだよね。そうね。じゃあロゼッタにしよう。おえー。おー。ぬる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 。焦ってる。そんなロゼッタ見たくないんだけどね。おーいえい。ありがとなぁ。あー、一瞬回って。ロゼッタに取ってもらった方が良かったんじゃないですか？やだよ。いい。レッツゴー。キュー。え、何それ。あ、クッパジュニアの？キューなんて出るんだ。これどうなんだろうね、溶けたら。ねえ、一回もやった。今回20ターンあるから。溶けんちゃう。うん。さすがに。スター渡せません。いいから渡しなさいとか言って。怖っ。チコとか言って。チコに頼り始める。やっておしまいみたいな。まあ、スマブラ出てるぐらいですから、ロゼさん。ねえ。あの、ブレイクダンスで攻撃する人でしょ？うん。ゼロコインだけど大丈夫？次勝つから、みたいな。うん。ロゼッタはミステリアス。デイジーは元気いっぱい。ピーチは何？生徒派？生徒派？なるほどね。あ、ロゼッタさんだ。こちらかー。出たー。伝説の。これ邪魔できないよ。ゴリラって食べないよね、トマトとか、勝手に。食べないよ。大丈夫だよね。俺はね、これ、妨害のプロだから。いるんだよな、それでやってる人が。あ、じゃあ私、ベーコン行くわ。俺は妨害するぜ、ローゼさん。任しといてくれ。邪魔やな、そんで。うん。あ、やばい、あと一皿なのに、いけいけいけ。邪魔やな、マジで邪魔だな、これ。敵に回ったらさ、おっしゃ、受けた、押せたぜ。やべえ。あー、こっちダメです。ダメです。あー、体で押し切られた。腹で押せ、腹で、腹で。ゴリラ、そっちから回れ。よい、よし。やばい。うまい。よし。投げたよね。食材を投げたよね、今。手伸ばしたから。ベコン。やばいな、全然ダメだ。ちょっと早く置けよ、ドンキー。無理ですよ。ゴリさん！僕はここにいますからね。あれ、なんで？ゴリさん、手長いから。引き分けだ、すげえ。ロゼッタ頑張ったな。こっち二人がかりだったのに。やっぱ邪魔しきれないか。あ、じゃあこのターンで、今回の動画おしまいですね。おしまいでした。あれでしたです。あれでした。